今日のニーカットはよくやってるでしょっていうミスをピックアップして、ニーカットの精度をめちゃめちゃ高くするための動画と。アパンオークのパスの中にレグビー、片足を床に押し付けるという形が出てますよと。ニーカットも間違いなくその形です。一番初めレグピンを狙っていきます。この足がやっぱり床に膝がつくぐらいピンできてるか、ここ浮いてるかによって全然レベルが変わってきます。デラヒーバーから入るときもリバースデラヒーバーに対して入るときも床に対してこれをピンしていく必要がありますね。で、体だけで打っていってつけばいいんだけど、やっぱ強い人ってここつかないんですよ。とか、あとこうやってね、手でフレームを入れてくる人はいます。おすすめなのは、手も使って押し付けてあげること。すねだけじゃなくて、手も使ってここにピンしてあげるっていうのが大事です。2個目は、すね。ですね。これよくあるんですけども、すねをね、越えずに、そのままパスを仕掛けない。まあ、こうやってレッグピンで2カット仕掛けても必ず2シールドが入っていきます。まあ、もしくはフレキシブルな選手だったら足を回してここに足を入れていきます。で、この足のフレームと手のフレームを超えないとパスができないんですけども、これをね、結構無視していっちゃうと結構カウンターもらうリスクっていうのがいくつかあります。一番やらない方がいいなって思うのがアンダーフック。フレーム超えてないのにここでアンダーフックをね、取ろうとすると、今まだ僕のね、この2シールドが入ってる。手とこの足のフレームがまだ入っている状態で、トップの選手が脇をね、強引に刺そうとする。アンダーフックを強引に刺そうとすると、まだこの距離感は、まあ、僕がね、カウンターを取れる距離感にあるので、一つ目よくあるのは、やっぱ脇に刺してきたら、これが足が回ってきて、ホームプラットであったりとか、この足強引にね、入ってきて、アームロック決められたりします。で、二つ目が、この距離感で、手に持って、フレームをね、無視していくと、そのままニーカットしていこうか。ニーカットするんだけど、やっぱ距離があるから、抜けた時に、後ろにね、返されやすくなります。まずはこのね、足のフレームを解除していかなきゃいけないんですね。まずこれをしっかり押さえつけると。次にでもこの距離感だと、ニーシールドが入ってきたり、足が回ってきたりするから、これをブロックしていく必要がありますね。で、ここでオーソドックスな方法は、体を持ってね、仕掛けていくことが多いと思うんで、まずは、体を寄せて、肘を内側に入れて、で、足回して、回そうとしても、肩をね、こうやって入れて、ブロックする。これが一つ目。これなかなかこう入れさせてくれない人は、一度、引き起こしてあげます。ニーカットで一回レッグピンしたんだけども、膝の下。まあ、できれば骨盤ぐらいも持てればいいんだけど、浮いてればね。浮いてないから、膝の下持って、ここ持って、もし L でダメだったら、ここ腰を押さえていいです。どっちかですね。一度相手の体を正面にすることによって、このフレームを弾きます。フレームを弾いた後に再度、ここに入って、次はこれが入らないのにセットアップします。このフレームを抜くことができたら、初めてここで上半身をしっかり固定しに行きますね。子供の選手は、ここまで来られたら足をロックするしかないですね。やっぱこうクランプして止めに来るってなるんで、最終的にここを抜いていかなきゃいけないんですけども、クランプされてる時に、抜く時に大事なのは、相手の溝落ちから上の向きと足の向きっていうのを逆を向くことですね。これが、さっきのこっち向いてます。こっち、ガーダーがこっちを向いてると、クランプしたこの足を外していくのはなかなか難しいので、最低限、相手の上半身は仰向け。できれば、顔の向きをあっちにすることによって、このクランプっていうのが弱くなるので、足を抜きやすくなっていきます。オーソドックスのパラグリップだと、ここだと肘いて。肘引かれれば相手がこっち向きになっちゃうから4の字で最後こうやってキックアウトしてもなかなか抜けないという状態ができます。しっかり袖持ってこれを引き上げることによって相手の上半身を床にペタッとつけさせると、最低限仰向け作った後にすると相手は起き上がりにくいし、体下半身と向きが違うのでこのクランプを外しやすいという形になってきますね。顔の向きを変えるパターンはパームダウンでこうね、自分のこのね、手の外を使って、相手の顎を肘を張って、
こちらサイド向けさせます。するとクランプしてるこの足の向きと逆になるから、この場合は三頭じゃなくてもいいです。この袖グリップでも足を抜いていくことができます。あとはクロスペース、フレームクリアしている状態で、リバースグリップと腰、もしくはハンスグリップですね、もしくはこっちの足の裾を持つかで入ってて、でクランプしてると足止められてるって状態で、今日はハンス持ちます。ハンスに親指もしくは4指を入れると、僕はちょっと硬いんで親指入れます。でこの手を使って手首でこういう感じ、ね、で返していくんだけども、ここでのよくありがちなミスっていうのは、顔の向きを変えようとしちゃう。顔を押さえても結構粘れる相手は粘れるので、顎ですね、顎の向きをしっかり変えるように狙っていく必要があります。補強としても相手としてはこういきたい。これだと足の向きと体の向き揃ってるから、手を使ってこうね、で体はこっち抜いていきます。ニーカットピンしました、フレーム抜けたけども肘先抜いちゃって、こうやって抜いておきようとしてくる相手います。こうなってくると、このねクランプされた足を抜くのが難しくなっていくので、ここでね使っていけるのが、浮いたらボディロックです、ローアンダーフックとか言われますけども、ボディロックで抜くと簡単にねピンすることができます。ニースライスしない、ピンした時ってまだこんな状態で浮いてることがただあります。で最後抜く時っていうのはしっかりピンして、この膝が床につくのがとても大事です。これをこういう感じに、昔ながらにある足を抜いちゃう、これスライスっていう勝手にね定義してるんですけど、これどれぐらい違いで、ニーカット入ってきました、ペインしました、でフレームアウトしました、大体はクランプしました、これレッグピンができて上の足クリアできてるから、もう 99% パスできるんですよ。じゃあ最後ちゃんとこれをピンせずスライスしちゃうと、スライスしちゃいますっていう風になった時に、体を向き変えてスライスしました、するとここちょっと空間できますよね。するとね、下の足ボトムレッグをリカバリーできるんですよ。こうやってこのチャンスが生まれてしまうんですよね。最後はちゃんとここをピンする、相手の腰の横にピンして抜いていく、これで相手のねボトムレッグが入ってくる空間っていうのはないので、そのままパスをすることができます。これめちゃめちゃ大事ですね。で足を抜くときは、まずはかかとを抜いてあげる。こうやってたら、こうやって引っかかりが大きいので、かかと抜けないじゃないですか。かかとを抜こうと思うと、足をね、こうやって縦に伸ばさなきゃいけないですね。縦に伸ばすとかかとが抜きやすくなるので、まずはこのかかとを抜いていくっていうのが大事です。じゃあまとめますね。まずしっかり入っていくときに、一番目のミスは、このボトムレッグをピンしない。ちゃんとピンしない。こうやって浮かされちゃってる。これだとこの足の可動域が広いので、簡単にリカバリーされます。必ず入っていくときは、これをまずしっかり手を使ってでもいいから、全体的にピンして、上は後でいいです。このピンがまず優先。その後にグリップから足でも OK。次は上の足が、まだこの距離感だとフレームとして入ってくるので、これをちゃんとクリアせずに、例えばアンダーフックとか誘おうと思ったら、カウンターもらっちゃうし、こういう感じね、とか。アンダーフック脇差し逆にもらっちゃったりとか、もしくはパスできたもいいけど体開いてるから簡単に後ろにね返されちゃうっていうのが出てきます。もし解除できないのであれば、起こして埋めて戻してくる。でこの段階で膝は抜けるから、相手は足をクランプする方向に変えてくるんですが、上半身の固定は相手のこの上の体と足の向きっていうのを変えてあげる。今相手の体とこの足の向きっていうのが揃ってるから、仮にこのグリップ取れてもこうやって抜こうとするの結構抵抗します。抵抗してうまく抜けないっていうのが出てきます。オーソドックスのカラーグリップを使うときは、この三頭筋のところを持って、上半身をフラットにしてあげることによって、相手の足の向きと変わるので、足を抜きやすくなる。アームガンで、顎の向きを変えてあげる。もしくは、リバースグリップで、肩を入れて顔の向きを変えてあげる。で、抜きやすくすると。めちゃめちゃパーフェクトにいけたとしても、膝をね、ちゃんとマットにこの腰骨の横につける。これができずにそのままスライスしてしまうと、ボトムの足がリカバリーするチャンスがあるんで、こうやって入ってきます。止める、ちゃんとピンする、フレームアウト、
こうね、最後膝を相手の体につけたまま床にピン。すると大きく足を抜く必要はないので足クランプしてもらっていい、普通にちょんと蹴ればこういう感じに抜けていくので、これでニーカットパスが完成ですね。